最初、ね、出された方ばっかりで、もう、
ていけなくて、もう本当に運転してやめてしまいましたけど、一人で時間で、皆さんみんな一丸でみたいな。あ、そうか、だからかこちらの方で、ね、星 の上の方で、はい、じゃあ、いや、とか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 、枚数でかけられないから、ね、で、オートで、パシャって乗って、入選したり、ね、ショーになったりする場合も、ね、だから、まあ、それを実験的に、バルーンの1メーター、2センチで、大豆とかは運んでいくのが大変、またそのなんかすっごい私若いと思って、いや、もう年ですよ、もう、そうなんだ、通すわけだったり、通すもね、まあ、神は減らん気に我慢気、まだ神は歩きに伸ばせばええわ思って、いや、もう本当ね、なんか神ごりは多かったり若くて、これね、なんか、あの、
これに見てても。写真を見ると過ぎないところじゃない。そうです。若いしね。まあ、あんまりとしてない。今やめております。うん、まあ、やめとき。それこそ自分で焼いて。まあ、やってくださいね。あなたはやってます。その時、彼やると。みんながそれぞれ仕事をしてるね。自分はせんじゃ。せんじゃ。せんじゃ。はい。もうそれで。ご自身なんです。役所の課長さんやったらしい。ああ、そうですか。まだまだ。私が初めて、まあ、この2人が入ってもかなり快適や、そういうもんです、ね、初めて、うん、主人が入ってしよったからね。あ、あれ？Thank you.
とか行きました。あ、そう、はい、あ、ほんなら、え、小さい時に入った。あ、奥の方、あの、この建物の、日高やろ、あの、コンビニのとこやろ、どこなのか。あ、あ、そうか、あの、この建物のすぐ、前を行かないとき、もっとあの西の方、西やな、東の方、あの、の中の、あの、看板があるろ、あの、津山屋の看板が上の方に、うん、その前やき、その前、すぐ前、その前です。うん、わかるよ、一人で行ったろうか、ほんと同世代、うん、同世代の、遅くなります。今日は光が怪しいね。で、でね、あの池に水張ってくれたの。うん、朝はね、木漏れ日がここにこう映ってね。で今日あたり新聞にポンと出てくれたら、でもええかやけどね、毎日が出してるけども、目につかへん、毎日出てくるのこれ。出してないね、ちょっと私の手が出してないね、私の手が出してないね、そしたら、もう一日はじゃない、日曜日はもう、日曜は飲んでいいと出ていきます、向こうへ。あの、あ、うん、冬の夏祭り、昼前ぐらいに出てますか。うん、あ、これ1時頃にショーがあったりするし、うん、あのベリーダンスがあったりするし、うん、今年はどうやろ、書いてないよ。どこら辺でありますよ。え、どこら辺で。あの橋のところ、あの、冬の夏祭りになるわけね。うん、それで、あの、駅員は東西の通りやけど、うん、これをちょっと一回歩いていこうかな。うん、で、12月やるやったら一回俳句持って集まれる日ができればね、なんか途中写真になって、はい、あの集まってもいいわね。ね、あかんわられてもね。それがね、のんこさんのね。うん、中頃にイタリア行くのに、イタリア行くの、うん、で、中頃過ぎた方が多いと思います。まあ、かまいよな、戦況の年会談にもないし、戦況の時におらんと言ってて、12月過ぎて、過ぎて、20日過ぎて、まあ、ほんなら相談してから、あんまり取り出かけてない気にしないかもわからんけどね。そうです、うん、あの社会の中まで行かんっていうのが早くも浮かんでくるから、普段のスナップでお父さんもみんなが行かんと面白ないねとかって言うたけど、まあ行ったこともないところで行こうと思ったら行かんって言って、うん、どっか行くのが時間日曜みたいになってるんだけど、うん、まあ、明後日行ってきたらいいんですよ、ちょっとね、写真が撮るしかないですからね、しばらくしたことなかったけど、そういう人たちが巡ってくれてるよ、そういう人とも話をしたりしてからね、まあ、ここでやったこともまた良かったし、まあ、身近なところにこんなのこんなギャラリーがあったいうことで、ここなかなかいいですね。隠れ家みたいで、うん、柏屋さんだといいチョラね、これこれ、土曜の教室で行ったような写真があるしね、あの、あ、オーベルズが一番、オーベルズ最後の時はおらんかったね、もう、これ、最後の時はこれ、多分、
上から眺めただけの写真で、そこへ行ってない、それ踏み込んでない。本当に撮影にみんなと行ったり、あの教室で行ったらオーベル中、オーベルってないわ、日向館の最後の、あの秋の日向原の撮影が最後やってる。それから入院したり。あの、空中で眉毛だな、いや、こっちがなって。空中で眉毛。うん、あの病院で増えてるんだ。あ、忘れた。うん、日向原違うか、これそれと違うか、青空の中に、そうよ、ほんなら、あのこの枝の間、もう日向の真ん中に、多分それよ、それよ、ほんなら、それがこう、うん、多分そのてのやつじゃないですか、その時は最後みたい、最後やった、左、左、左、もう封印じゃない、歌を通っても、あの息がつけだったというので、僕はもう、あ、これはおかしいというふうに思ったら、脳梗塞は全然、あの後遺症なし、ね、そうな気はするわね、うん、伊丹先生との時間が何回やるか、やっぱりある時間の間はやってみたいと思うし、うん、それに並行して自分のも発表したいと思うし、なんか意識的にそんなになっていくみたいな感じだけど、自然なやろな、これがもう薬のなせるあれかもわからんね、まあ、本当に人前で多くの人の中で喋るのはもう、うん、しんどいけど、後がしんどいね、うん、後が下手となっちゅうしね、うん、で、まあ、そんなところで打たれてもしたらしまいやからね、うん、でもできるだけ引いておった方がいいかなという、まあ、そのあたりは消極的でいいんじゃないかというふうに思うし、うんうん、やりたいことをやるためにはもうそうでないと長続けていこうと思ったらそうしないといかんと忘れちゃったもんね、だって全然見よったもんね、顔の中で人生に、あ、そうか、思うかどうだ、お父さんが祈りだろうね、今祈りだろうね、お父さん、なかった違う、自分が、ね、お父さんが、ね、おじいさんが、ね、で前日生の願いがなくなって思って別の病院も来たわけだ、うん、僕は自分でどうもありがとうございました帰りも自分不安ないかな、うん、どうかしらなんか手術やりような時やなと思うか、うん、ちょっと物が変わって違うかもな、うん、黒すぎ山のそうですか、なんか来ておいたら分かりやすいですよね皆さん前に出てくられるから